し、まあ、あとはそのやっぱり口に入れるものだとか、そういうところで、やっぱ親がすごく知っておくことって大切です。親がしてあげれることってそういう、なんていうのかな、ただ単に予防接種しなさいとかって言われてね、それを言って、ねえ、中に偉い目に遭う人もいるじゃないですか。そういうのがね、やっぱり。しっかりと確認できましたね。で、皆さんお互いの家屋の名前で一致したということで、これで多分ね、仲間としてみんなでやっていけるかなと思います。でですね、薬のリスクという内容で基本的な話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、この中でちなみに今薬を飲んでいる方ってどれくらいいらっしゃいますか？飲んでらっしゃらない方は、あ、そうですかね、あとはじゃあ半々ですね。まあ今はかなりお薬っていうのは身近なものになってきましたけど、もう薬のリスクってあるように皆さん副作用があるとか、体にいいものじゃないんじゃないのってのはだんだんとほとんどの人が知ってきました。でもやはりそれって実際どこまでかわからないとか、私が今思ってるのは、だんだんいろんな健康を発信してる人が増えてきてるんですけど、ほとんどの人が薬のことを知らずに、とにかく悪いからやめなみたいな感じで発信してる方が多かったっていうのにやっぱ気づいたのもあって、まあ、専門家である医師だったり薬剤師が中心になってこういうことをやらなきゃいけないと思って、最近は我々医師薬剤師が中心でやれるようなものを広げてきてます。なので今日の私のセミナーでは、まあ、いつも大体3つ持ち帰ってもらいたいなっていうふうに言ってます。この3つで今持ち帰りました。1つ目はまず薬のリスクを知るのも大事なんですけど、そこからじゃあどうやって見極めるかっていうのの一つのきっかけっていうところを覚えててもらったらいいかなと、身につけててくださいと。で、二つ目はやはり継続する技術っていうのを学んでほしいですね。やはり知識っていうのを得てそれで終わってしまって、でそれをすぐに使ったりしないと人ってのは忘れてしまいます。なので継続するためにはどうすればいいかっていうのを、まあ、マインド的な部分とかテクニック的な部分っていうのをしっかりと今回のこの時間で学んでほしい、身につけててほしいです。で、三つ目は薬とか病気との付き合い方、考え方をこの時間で変えてもらいます。やはりね、皆さんちょっとこの3つ目を勘違いされている方が多いんで、そこをしっかりと身につけて変えてもらうってことを今回この2時間半で身につけてもらえたのこの3つです。ではですね、私説明します。薬をなくす顧問薬剤師伊庭聡と申します。まあ Facebook で見られている方といつもお会いしたことがある方もうご存知かと思うんですが、薬をなくす薬剤師として活動しております。そもそも私がこの活動をしているのは何かというと、まあ、小学校6年生の時に脳内出血で入院したっていう経験がまずあります。その時ですね、私の家には両親がですね薬剤師だったので、家に薬がゴロゴロ転がってたんです。頭痛に脳神ってご存知ですか？あ、そうですか。あの頭痛に脳神、なんと私の父が作ってました。父はそっちの作ってるメーカーの人間だったので、なのでですね、脳神は本当にいっぱいあったんですよ。なのでちょっと温めたかったら、僕は頭痛に脳神をすでに普段から飲んでるっていう小学生でした。で、もともと偏頭痛持ちで月に何回か必ず頭痛めて人間だったんで、もうひょ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 飲んでたんですよ。で、それがある時脳内出血でぶっ倒れてしまった。まあ、薬が原因ではなかったんですけど、脳内出血に対して、まあ、頭の痛みに対してずっと使ってたので、脳内出血が起こってることにも気づいてなくて、いつもの頭痛と同じだと思ったんですよ。で、脳神飲んでたらある時の夜そのまま戻してしまって、意識を失って気づいたら病院で検査したら脳内出血で、しかもだいぶ時間が経ってるっていう状況だったんですね。よく今まで元気に過ごしてたねっていう感じだったんですけど、まあごまかし薬でやってたので、そうだった。で、まあ、怒られたのは私だけ両親なんですけど、小学生なんで、私は。で、そういうこともあって、結構発見が遅かった。まあ、実際、発見が遅かったけども、まあ、何も被害なく、麻痺も何もなく、今こういった活動もできてるんで、それはラッキーだったんですけど、そういったちょっとお薬の扱い方一つって本当に危険なんだなと思って、薬学部に行こうと思いました。
ちょうど私が薬学部を志した時が6年生と、今まで4年だったのが6年でっていう時になるタイミングだったので、あ、これは医者と同じ理由で仕事ができるアメリカに近い薬剤師になれるんじゃないかっていう希望のもと薬剤師になりました。で、6年間一生懸命勉強して国家試験も受かり、晴れて薬剤師になったらこれで患者さんのために働けると思ったら現実は違いました。私は6年間調剤薬局で働いてました。6年間の間、福井県、石川県、岐阜県、愛知県、和歌山県と様々な県で薬剤師をやってきました。で、私の薬局、もう辞めた身なので名前を言えるんですが、タンポポ薬局っていう、多分大阪だったら何だか見たことあるなとか聞いたことあるなって方もいらっしゃるんですけど、タンポポ薬局っていう薬局で必ずでかい病院があって、まあ赤十字とかに行って、ああいう系の道出たら目の前がここだったんです。ここでもここでもなく、うちの会社、当時のタンポポ薬局っていうのは必ず横断歩道があったら横断歩道の先とか、一番場所、一番いい場所に基本的に置くっていう薬局なので、常にめちゃくちゃ患者さん来るんですね。この辺の薬局になると1日30人ぐらいしか来ないんですけど、このレビューの薬局はなんと1日100人200人来るんですよ。なので、ね